はい、皆さんこんばんは、しもです。さあ、2ヶ月、いや3ヶ月ぐらい前だっけ、エピソードグラディオスクリアしましたね。で、今回ついにエピソードプロンプト来たか。もうすごい待ったよ、超楽しみにしてた。てか、このなんかもうここの画面の BGM がもうすごい良くて、なんかもうなんだろう、もう耳がギルガメッシュなんだけど、まあやっていきましょう。ノクティスの旅に同行していたプロンプトは、その旅の途中で信じていたノクティスに列車から落とされてしまう。一人仲間を追うプロンプトは深い悲しみを抱えていた。はい、これ本編でノクティスに落とされちゃったんだよね。で、その落ちてから、パーティーに合流するまでの話みたいだね、プロンプトの。え、これ自分で動かし、俺が動かしてるね、これ俺が動かしてるけど、これしょっぱなから話重いわ。あ、なんか見えるね、奥に。なんかちょっとうっすら見える。だいぶ近くに行きたいけど、なんかうっすら見えるのはあれ、なんだ、草なんだ、あれクリスタル、なんか街みたいなのが遠くに見えるのかなと思ったら全然違えわ。なんかクリスタル的な何かがあるね。頑張れプロンプト、草だこれ。クリスタルでもなんでもねえよ、ただの草だよこれ。やばい、もう精神的にも肉体的にもめっちゃもう限界来てるよ。捕まってた？なにプロンプトはルシス王国の一般家庭に養子として育った。両親との関係は冷えていたが、ノクティスとの出会いを契機に、ケーキでやってる、自らを磨き、現在の彼らしい明るい性格を備えていった。え、右下がもしかしてあれ、子供の時のプロンプト。ギャップやばプロンプト結構腕とか細マッチョだもんね、筋トレしたんやろな。一人ぼっちだった。みんなと友達になりたくて、生まれた国を隠してでもみんなと一緒にいることを選んだ。でもずっと怖かった。本当の僕を知られて、また一人ぼっちになるのか。
ットバンド。こっからか。囚われたプロンプト。どこ？すげえ、HP ゲージが黄色だよ、黄色。付近を調べる。これだ。拾う。ME722 年7月8日、記録。某方面から、研究中の魔導兵の能力を飛躍的に向上させる魔導コア導入の提案があった。死骸を素材とした魔導兵は、未だ安定性に欠け、実用化までの道のりは厳しい。だが、かの者の持つデータがあれば、おそらく問題は解決できるだろう。死んでしまう兵士を廃し、不死の兵で軍を編成するこの計画は、何よりも優先させなければならない。我が帝国が世界を統治する崇高なる目的のために。バーサタイルって誰？本編にいたっけ、そんなやつ。魔導兵生産工場第一魔導生産基地が完成。所長には魔導研究の第一人者、バーサタイルベスティア長官が就任する。いや、こんなやつ出てなかったな。誰だこれ。プロダクト ID 紹介中。 ID0595-3234 確認。セキュリティチェック。ロスト ID。 何？当該 ID の確保、回収作業に入ります。それいいものを持ってるね。アデン、出ない。ここどこだかわかる？いろんな呼び名があるんだけどさ、第一魔導兵生産基地とか。君たちが戦ってきた魔導兵や死骸を作ってる場所だよ。でも君の本当の家って言った方が正しいかもしれないね。お友達に殺されかけたんでしょ？父が。ここで傷を癒していったな。バーサダイル長官が君の孤独を埋めてくれるかもよ。バーサタイル、誰？知らないんだ。会いに行ってみたらきっと面白いと思うよ。今回のラスボスはそのバーサタイルってやつか。とりあえずアイテム回収だな。エピソードグラディオの時はあれだったもんね。あのポーションがほんと限られたところにしかなかったから全部回収していかないと。まあ、使わなかったけどね、そんな。全部を全部使ったわけじゃなかったけど、一応全部回収しといた方がいいよな。変なところで詰まっても嫌だしな。もうないっぽいね。進むか。てか操作覚えてないよ。ハンドガン持ってるけど、これどうやって撃つんだろう。あ、これで撃つんだ。なんかもうバイオハザードみたいだな、これ。あ、初めから結構アイテム持ってんじゃん。いいね。あ、アイテムある。ハイポーションも安定なんだよな。これが、これセーブポイントだ。なにこの画面。いじめられっ子じゃねえかよ。おっと、ここなんかあるぞ。帝国兵が巡回しています。ハンドガンを装備してアルマンで攻撃しましょう。ハンドガンの攻撃を3回成功させる。これ狙いはどうやってつけるの、これ。あ、勝手に撃ってくれんのか。やらなきゃ。あ、え、これすげえ、これ遠距離攻撃強くない、これ。え、もうそれだけで死んじゃうけど。帝国兵、それ、あ、撃ってくる撃ってくる撃ってくる撃って、あ、ダメージ食らってるじゃん結構。あ、これう、あ、これ動きながらも撃てんだ。オッケーオッケー。はい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 。あ、近くで撃った方が威力は全然違う。もう倍ぐらいのダメージになったね。近接攻撃を切り替えることができる。ハンドガンは弾数制限ない。強くない、それ。近接攻撃これか。すげえ、プロンプトが近接攻撃するとこなんて初めて見たよ。魔導兵、
って。すげえ不気味なとこだな。危な。敵に発見されずに近づくとスニーキルができる。何それ。別のゲームになったな。別のゲームになったよこれ。丸。あ、銃ゲットしたね。え、銃を持つ兵士をユニークスキルする、ユニークじゃない、スニークキルするとその武器を奪って使うことができる。それなんかめっちゃ面白いじゃんそれ。トゥーパー。でも100発しかないね。え、構えた後、構えた後、うわっお前これガチリアルバイオハザードじゃねえかこれ。 ME722 年12月5日、記録、今日も魔導兵に自我の崩壊現象が発生。この半年兵士を使った実験はいつもここで行き詰まる。そこで私はさらなるアプローチを決意した。人を死骸化させ地下死骸を作り出すプラスモディウム、これを注入する対象を兵士から自我を持たぬ赤子にすれば状況が変わる可能性がある。時間がない。ルシスの脅威は去っていない。広い視野で考えねばならん。全ては帝国のため。今は個人的な感情に惑わされるべきではない。子供を実験に使うなんて。悪い人ではなさそうだけど、なんだろう、マッドサイエンティストだな。あ、いるな。早く出たいのに。撃てるかな。あ、緑くなった。当たる。撃つよ。あ、エイムがブレない。エイムがブレない、いいね。エイムがブレないからエイム力ない俺でも全然いけるよっていう、そういうゲームになってるわ。そういうゲームになってる今回。全然当たってないけど、もういいや。近接行くか。ハロー、ハワイユー、ハワイユー。全然当たってないよ。これ思ったより威力高くねえな。思ったほど威力高くないこれ。あと19発しかないし。あ、頭弱点かこれ。え、敵がブレーキ状態になりました。ブレーキ状態の敵は一時行動不能になる。ブレーキ状態の敵に三角を押すことでブレークブローを発動できる。へえ。ブレーキ状態の敵に丸を押すとレイドキルができることがあります。レイドキルをすると武器を、あ、奪うことができる。ちょっとやってみようかな。ブレーキ状態、これあれ、ちょっとあれやな、ちょっとあれだけど、まあいいや。はい。あ、近接、あ、でも結構強いじゃん。あ、本当だ、奪えた。なるへそ。必殺技いくわ。セルフィーショット。攻撃対象と自分が一緒に写るように写真を撮影します。え、写真撮っちゃったよ。なんだよそれ。なんだそのふざけた技は。はいはいはい、うん、レイドキル。はい、武器ありがとう。おらおら、これ多分顔面効果がつくんだよな。あ、これ近くで撃つとバリ強え。この魔導兵の銃バリ強えは近くで撃つと。あ、なんか変なのいる。なんだあれ、エネルギータンク。ああ、なるほど、そういうことね。オッケーオッケーオッケー。え、死んだ。まだいるよな。いるね。はい、おいで。はーい、さようなら。ま、あれ、まだ出てくる。エネルギータンクがあるってことはまだ出てくるって、それ一番言われてるからな。あれ出てこない、嘘。あれ、あ、後ろに2回。ハロー、ハロー。あ、強っ。これマジバリ強いぞこれ。当たんねえよ。バリ強いんだけどこれ。あ、でも敵からもちゃんと武器奪わないとな。危なかった。おっと、なんかイベントが発生しそう。なんだこれ。あ、置いてある。マップ上に配置されてる武器も使うことができる。強いねそれ。強いねやつがすごいね。オッケー、これなんかイベント来るぞ。来ない？来るね。狙撃銃レクタサジッタを持った敵がいます。レクサタジッタを奪い敵を殲滅させましょう。オッケー。え？てか普通にあんだけど
で、普通にあるんだけど、奪う必要ないんだけど。これはショットガン的なやつかな、じゃあ。多分ね。あ、装備しないとダメなんだな。お、すごい画面が。うわ、なんかもう、ほんと別のゲームって感じだね。あ、もう装備されてんじゃん。装備されてるね。え、ここで撃つ必要もないけど、あーこれ、バリバリショットガン、スナイパーだわ。うわ楽しいこれ。しかもエフェクト超過、どこにいるのか。あそこにいるね。あそこにもいるわ。あー楽。エイム力がなくても敵が動かないから。あとは、あれも撃てってことか。え、食らってなくない？食らってなくない？あそこにもいるね。はい、オッケー。じゃあこれ鬼楽しいんだけど、これ。あれ、まだいるの？はい、うわ、楽しい。普段 FPS やっても俺全然スナイパー当たんねえから楽しい。え、なにこれ？あ、アーレア。え、なに？防衛システムと呼ばれる敵が出現しました。見つかると周辺の窓を起動させられる。はい、見つかってんだけど、もうとりあえずアーレアって武器あるんで、これバツーカだな。これバツーカ、よっしゃ撃つぞ。これま、これま、こいつか、防御システム。嘘だろ、3発しかないのかこれ。8000、強すぎー、強っ。あ、これちょっと他の窓、これ近接タイプだ、近接タイプ。弱っ。もう一個取れないの、え、なんかめっちゃおるやん。はい、落ち着いて。はい、落ち着いて。その斧奪えない？ちょっとやっぱ近接こそ思考みたいな。待って、お前、さっき700ダメージしか出てます。あ、こいつ奪える状態じゃないのこれ。ブレイクブロー、なんか全然打たれてて見えなかったけど、ブレイクブローできたね。はい、ブレイクブロー。で、ちょっとさ、なんか爆発させて見えなくするのやめてくんないかな。今ブレイクブローを俺はみんなに見せたいんだよ。はい、ありがとう武器。そしたらこれで全然当たってないよ、オッケーオッケーオッケー。あいやいやいや、あ、こいつブレイク状態になってるね。ブレイクブローでレイドキル、これがアイテムを奪いながら倒す。オッケー。まだあいつの武器欲しいよな。なんか強いの持ってね。あれ撃ってこない。どうした？おい、近接で当たるわけねえだろそんなのがよ。ブレイクブロー、ブレイクブロー鬼かっこいいな。なんか一つ一つのモーション鬼か。プロンプトごめんな、今喋ってんのに俺が喋っちゃって。あ、まだ外だよ。え、待って、これさ、かなりほらめっちゃ高地なんだけど、めっちゃ高地にできてるねこの施設。 ME736 年5月3日、記録、何者かが研究所に侵入し試験体一体を盗み出した。このような真似をするのは間違いなくルシスの手のものだろう。死骸構えの赤子を盗んだ程度で、我が壮大なる研究を理解することなどできぬ。だがこうした不愉快な事態は二度と起こしてはならない。すでに警備を厳重にするように指示を出した。我が研究所で生まれし魔導兵たちに。ルシス、いや、俺は関係ないって、絶対に違う。新型魔導兵の認識番号について、新型魔導兵の製造にあたり魔導兵なんとかしの認識番号を以下のように改定する。はあ、魔導兵バーコード、バーコードプロンプトの腕になかったっけ。 ME723 年3月11日、記録、魔導兵の量産に必要な死骸の元となる赤子だが、自身の遺伝子から培養した赤子を使うことにした。これにより面倒な手続きなしで魔導兵の量産が可能になる。今は量産化が困難な魔導兵だが、赤子の量産が軌道に乗ればいくらでも作り出すことができる。この計画が達成された時、幾百万もの魔導兵が帝国を支えることになる。俺は一体何と戦った。
でもバーサタイルさん全部自分の息子ってことじゃんね。はい、ということでちょっとセーブポイントもあったんで、まあ、区切りもいいのでここら辺にしとこうかな、初回は。なんかね、そのエピソードグラディオスってそんな話重くなかったじゃん。話重いっていうよりは、なんだろう、その目標に向かって勝ち取るみたいな物語だったんだけど、ちょっとこれ重そうやな。うん、結構重そうだわ。さよなら。